灰の攻撃ではダメだと思います。この方法で一度に複数の攻撃を試してみるべきだと思います。上弦にはうまくいくと思います。5回目。これもダメだね、効かないや。どんどん効かなくなってくるね。あとなんか、異毒を調合できるのかな。ああ、息がもつづかない。衛星がすごいな、大丈夫？これが、上弦の強さ。ことごとく毒が効かない。唯星がつくまでの速さが異常だ。解放返ししてるからね、辛いよね。さっき俺の血血鬼術吸っちゃったからな。凍てついた血を無常に使用義で散布する。呼吸すること自体に危険が伴う。電撃で大量の毒を打ち込む。星の呼吸。生理の前。六角。いやー、君本当に早いね。今まであった柱の中で一番かも。